はい、今日は発達障害は全て誤診であるっていう話をしていこうと思います。まあ、全てっていうとですね、多少語弊がありますが、まずは常識というよりもその診断を疑えっていう部分を今日はお伝えしていこうと思います。この動画を見られている方は自分のお子さんであったりお孫さんとか近しい方が発達障害と診断された、そんな感じで悩まれているんじゃないのかなと思いますが、まずその診断を疑ってみましょうっていうところですね。例えばどんな感じでまず診断されていくかっていうと、まあ多くの場合ですね、なかなか子供が親であったりとかものに興味を示さなくて、笑いかけもせずになんか変だなって思った時に病院に行ってみると、病院でお医者さんにですね、あ、これは発達障害ですねみたいな感じで診断されるパターンって結構あったり、もしくはですね、学校に行ってみたらなかなか落ち着きがなくて授業中もバタバタしてですね動き回って、その中で病院に行ってみることを勧められると、これは発達障害ですとかっていう風な診断を受けることが結構多いんじゃないかなと思います。これは他の可能性も考えられますよっていうお話をしていこうと思います。なんでこの話をしていこうかと思ったかっていうと、昨日の動画でもお話ししましたが、またですねその Facebook のページですごくですね絵が上手な子がいました。すごく絵が上手な子がいて、その子はですね人の絵をすごく上手に描くんですね。でも診断は発達障害、自閉症っていうことでした。まずこれが前提としてですね。で、自閉症の子って人にですね興味を示しにくかったりとか、興味が薄い、関心が薄かったり興味がなかったりっていう形になるので、人の絵とかを描こうと思ったらですね、顔とかはあんまり描けずにですねバランスがおかしくなったりだとか、上手に描くことってあんまりできないんですけども、すごいその子はですねプロぐらいの上手に上手に描いてて、これ自閉症っていう診断ってそもそも正しいのかなっていうことを私は感じます、ものすごくですね。これはでも知識があるからであって、私も、自分の弟は知的障害って言われてますが、今まではですねそれって本当に知的障害なのかなっていうふうに考えたことすらなかったです。まあ言われた通り、ああ弟って知的障害なんだぐらいに考えてましたが、ちょっとですね知識が増えてくると、それ本当なのかなっていうところが見えてきます。例えば学校で落ち着きがないとかって言われてるパターンの子でも、もしかすると血糖値の異常っていうことかもしれないですよね。血糖値の異常っていうと、食べた後にはインスリンがグーッと出て、その後血糖値がぐんと下がるので眠くなったりとか集中力が切れてしまったり、それがさらに続いていくと血糖値が低い状態のままずっと続くので、今度は血糖値を上げるためにノルアドレナリンとかアドレナリンっていう部分が出てくると、イライラしやすくなったり怒りっぽくなったり落ち着きがなくなったりっていうことも起こってきます。これは血糖値とか腸内の問題ですよね。血糖値とか腸内の問題、あとは人に関心を示さないとか、こちらの問いかけに答えないっていうのも、もしかすると耳の聞こえが悪いからかもしれないですよね。まあ簡単な分かりやすい例え話として提示しましたが、こういう例ってたくさんあるようです。これが発達障害は誤診っていう可能性もあるんじゃないかなって私が思ってる要因ですね。普通に話したり接したりしてみると、すごくですね普通にコミュニケーションが取れることがっていうのもものすごく多いですし、実際にこの YouTube のコメント欄とかにもコメントしてくれるような子、成人の大人の方っていうのもたくさんおられます。それ本当に発達障害なんですかっていうところですね。なんか発達障害っていう診断名がついて、それだけでですね落ち込んでしまったりだとか、自分の自己肯定感っていうところが下がってしまうのはすごくもったいないことだなと思います。すごくもったいないこと、なんか機会損失だなと思いますし、そのせいで薬を飲むとかになってくると、もうそれだけでですね腸内の環境もそうですけど、副作用であったりとか依存性っていうところもあるので、そういったところも含めて考えていかないといけないというふうに私は考えてます。一回疑ってみませんかっていうことですね。まずもちろん全てが全て誤診かって言われたらもちろんそうじゃないですが、そういった可能性もありますよねっていうところに一度目を向けてみるっていうことが私は大事なんじゃないのかなっていうふうに思ってます。今日はこんな感じのお話です。これっていうのも、まあ僕も昔はそうでしたが、知識がないとですねやっぱりそういった考えにすら至れないので、そういった考えにすら至れないので、やっぱりですねそういったものも知っておくことっていうのも大事なんじゃないかなと私は考えてますので、この動画ではですねそんな発達障害のお話、まあ、知的障害もそうですが、そんな健康に関する情報っていうところを毎日出していくようにしてますので、ぜひそういったのも楽しみに
チャンネル登録の方もしていただければと思います。はい、またなんかこれはですね、まあまだいろいろコメント言いたいこととか皆さんあると思いますので、ぜひですねコメント欄に書いてください。まあ変なこと書かれても私は消したりせずにですね、真摯にお答えしていこうと思いますので、ぜひお願いいたします。本日のお話は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。